2% の物価安定の目標の持続的安定的な実現までは至らなかった点は残念であります。ただここに来て女性や高齢者の労働参加率が相応に高くなり、追加的な労働供給が徐々に難しくなる中で、労働需給の面では賃金が上がりやすい状況になりつつあります。金融緩和を継続することで時間がかかるとしても賃金の上昇を伴う形で物価安定の目標を持続的安定的に実現することは可能であるというふうに考えております。